おはようございます。今日からの気温がぐんぐん上がるということで、予算審査中に春になるということですので、でもあまりウキウキしないでよろしくお願いします。萩原茂春委員から遅れるとの連絡がありました。ただいまの出席員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより予算決算特別委員会を開会いたします。前回に引き続き第5号議案、平成30年度多摩市一般会計予算を議題といたします。前回は歳入まで質疑を終えたところです。これより歳出についての質疑に入ります。まず議会費についての質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。以上で議会費の質疑を終了いたします。次に総務費についての質疑を行います。第1項総務管理費について質疑はありませんか。東条孝幸委員。はい、それでは予算書181ページ、タブレットの方ですと185ページになります。ですね、総務管理費の消耗品というところで、今これ、636万というふうにあるんですけれども、これ、消耗品というだけではですね、ちょっとこれ、何のことか、ちょっと分かりづらいんですけれども、防犯安全課のところですね、一番ページの下のところになります。でこのですね、防犯対策という事務経費の部分の消耗品になりますけれども、この消耗品というところだけですと、中身がちょっとわからないので、概要をですね、見させていただきました。予算案概要、こちらの40ページ、タブレットでいきますと45ページのところになりますけれども、こちらを拝見するとですね、この中身が自動通話録音機ということなんですけれども、まあ、これ最近多摩市内でもかなりこの、まあ、特殊詐欺ですか、こういったところがかなり被害が拡大をしているということで、まあ、地域の放送等もですねしていただいているところですけれども、特にこういった被害が多い地域、そして近年の被害状況のですね推移等を分かればお伺いできますでしょうか。木所防災安全課長。おはようございます。お答えさせていただきます。まず消耗品ということで仙台ということなんですが、まずですね、推移といたしましては、多摩市の被害の状況なんですが、平成21年に31件で、9000万円、平成29年にですね同じく31件で、5000万円ほどの、被害が、振り込み先が出ているというところでございます。そのような中で、消耗品としてですね、今回仙台の、自動通話録音機を、購入させていただきます。この振り込み先ですが、多摩地方警察署とですね相談しておりますが、なかなか被害が減らないといったところで、多摩市といたしましても、少しでもこの被害が減るように、警察が協力するところなんですが、今現在、警察の方がですね、大体1日4件ぐらい、ご自宅に訪問して啓発するなり、また、留守番電話を、留守番電話を設定しているところでございます。この1日4件というのを概ねの根拠といたしまして、警察の方々が1年間で回れる数が概ね980件、そして我々の昨年の昨年ですね、対応させていただいた数が20件、そうすると、まあ、仙台ほど1年間で設置できるのではないかと考え、今回、消耗品の中で買わせていただくという形で、予算計上しました。東条委員。はい、ありがとうございます。今の木所課長よりご説明をいただいた、まあ、その積算根拠の部分もあったかと思いますが、これも私も資料請求させていただきました。資料ナンバーがですね29番、この自動通話録音機設置、推進補助金についてということで、これ予算では600万となってますけれども、これ半額ですね、東京都の補助金
300万も含まれているということで、この600万円のお金のお使い方について、これはすべてその購入費に当たるのか、それとも取り付け作業とかですね、そういったところも含まれている金額なのか、お伺いしたいと思います。木所課長。はい、お答えさせていただきます。費用でございますが、すべてですね、資機材の購入費でございます。また取り付けについては、基本的には今回、多摩中央警察署の方々に取り付けていただきますので、その分の費用は発生しないということでございます。東条委員。はい、でその取り付けについては、多摩中央警察署にお願いをするという形で、で今回、その1000台という数字をですね、目標に掲げていただいているんですが、その中身を拝見しますと、980台が多摩地方警察にお願いをして、残り20台が市で対応するという内訳になっているんですが、これ、昨年、過去の実績もですね、拝見しますと、東京都購入分で27年度、28年度と、75台、25台というふうに推移して、昨年度が29年度が20台ということで、今年のその根拠が、市は20台の対応 で、残りの980台はですね、多摩地方警察署にお願いをするという形になっているんですけれども、これ、せめてですね、そのもう少し市で何とかするぞという数字にはならないんでしょうか。この仙台という中で、その市がですね、もう少し、やれる部分というか、そういったところはないんでしょうか。木所課長。お答えさせていただきます。我々、仙台購入いたしまして、警察と連携してこれ設置していくものでございます。で、申し込みの方法なんですけども、取り付けを希望する方は多摩地方警察署に、申し込んでいただいて、希望されない方は、市の方に、申し込んでいただくという形になっております。で、もう少し市でというところなんでございますが、我々今回警察と連携してやっておりますので、この980台と20台が、それぞれどれぐらいですね、協力関係があるかなかなか測りにくいところではありますが、昨年の実績などを見ますと、市に、お問い合わせいただける主に20件でございますので、この数字が妥当かなと考えております。また、警察と今後連携いたしまして、もう少し我々の方にですね、台数を譲ってくれというのを調整はできると思いますので、事業を実施しながらですね、この辺は、警察と連携しながら、事業を進めていければと考えております。東条委員。はい、これ、対応というふうになっているんですけれども、貸与ということは貸し付けるということで、一定の期間が過ぎたら返さないといけないものなんでしょうか。例えば市が購入したものが市民から返却されてきた場合、それをどういうふうに扱うのか、お伺いをしたいと思います。木所課長。はい、27年度からですね、現在まで120台ほど、貸し出しをさせていただいております。その中で不要となったという方はお一人だけいらっしゃいまして、1件だけ返していただいております。で、その他の119台に関しては、現在も取り付けていただいているところでございますが、自動通話録音機、またこれ相手が振り込め詐欺ということなので、基本的には貸与ですけども、不要となるまではですね、お使い続けていただいて結構なのかなと考えております。東条委員。はい、ありがとうございます。今、振り込め詐欺、この特殊詐欺ですね、警察の方も、今、ご自宅にかかってきた電話というのは、すぐに取らないで、一旦留守番電話で受けてくださいとかいうような、啓発もされているようです。犯人側としてもですね、やっぱり留守番電話になると、声を残したくないですから、留守電に切り替わった段階で、切る。ですね、一定そういったこの自動録音装置にもですね、そういったある意味同じような効果があるのかなと思いますけれども、その自動通話録音機を設置をした場合、その要はかけてきた相手に対しての
その通告みたいなものですね、これはこの通話は録音しますよとか、そういった警告みたいなものは放送相手側に伝わる、装置になっているんでしょうか。木所課長。はい、犯人へ、電話をかけてきた方へのメッセージでございますが、自動通話録音機を、つけていただけるとですね、この電話は、振り込め詐欺などの犯罪防止のため、通話内容が自動録音されますなどで、もうちょっと長いフレーズなんですが、このようなですね、メッセージが流れ、録音が開始されるものでございますので、大体このメッセージ聞くと、それ、振り込み作業を目的としている人は電話を切るということに、つながるそうなので有効なものかと考えております。搭乗員。はい、ありがとうございます。予防という観点からですね、予防強化するということにおいても、こういったことも一つ有効かなと思いますので、需要としても市内ですね、65歳以上のみの世帯、これは2万世帯くらいありますので、1000台といえば、その 5% ですから、十分設置できる需要はあるかなと思いますので、ぜひとも1000台をですね、今年度の目標として達成していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。この事業について、質疑はありませんか。池田恵子委員。ところでお聞きします。この問題はですね、私の平成27年の3月議会、ちょうど3年前ですね、提案をさせていただいて、ぜひ通話録音機能付きの電話の、ね、設置をというふうに求めたところ、たまたま6月、その年の6月に東京都から100台、だまし分としてというところで、これが始まって、早々に私の知り合いの高齢者の方なんかも、お二人ですかね、多摩地方警察署につけていただいたというところで、今も利用されているようです。で高齢者の方たちとね、お話しすると、いやいや、うちはお金ないからね、全然そんなの絶対騙されないわよっていうふうにおっしゃるんですね。だけども、こんだけ件数がやっぱり31件ですか、あと金額も何千万っていう単位で、で確か6日の日でしたか、町田の方でも80代の方が700万以上の被害に何か数回にわたってあったって本当報道がありましたけれども、こんだけCM なんかでもね結構流れたりとか、世間でもこんだけ話題になっていながらもこの件数が減らないっていうことは本当にこう今いたちごっこかなっていうふうに思うわけですけれども、多摩市どうなんでしょうか、その被害をこれ多摩地方警察署のあれなんですけど、どんなふうにこの減らない状況というのか、いろいろ多摩市も手を尽くしていただいているにもかかわらず、まだこう皆さんこうまだ被害に遭う方がいるということはどういうふうに捉えていらっしゃるでしょうか。木所課長。はい、お答えさせていただきます。先ほど申した部分でございますが、実はですね、平成20、26年度20件、27年度21件、で28年度が31件、29年度も31件ということで、これだけ報道がされている中でも、なかなか数が減ってこない、数が減ってこないということは、額はですね、その一人一人の、額、被害額によって変わってきますが、数が減ってこないというのは、市としても、これはですね、非常に重大なことであると考えているところでございます。ですので、今年、来年の予算の中で、少しでもですね、この額が、額と件数がですね、減るように、消耗品により、自動通話録音機をご購入させていただいて、市民の方に配って、被害に遭われる方をですね、減らせればと考えているところでございます。池田委員。すでに100台をすでに、東京都の、でその、今使われている方たちの、これから1000台を購入されるんですけど、今現在使われている方たちは、例えば交換するのか、それともそのままでいいのかというところを確認させてください。木所課長。はい、お答えさせていただきます。現在つけていただいている方の分はそのままお付けいただきたいなと考えております。この仙台はですね、新たに申し込みの方を受け付けて新しい方につけていければと考えているところでございます。池田委員。
で結構銀行さんなんかもね結構協力していただいて未然に防いでいただいたりとかっていうのも聞いているところなんですが、まあ、なかなかちょっとその件数的に減らないというところ で、で私は2年前ですか、やっぱりこのなかなか件数が減らないねっていうところの中では、やはりそのまあ電話 その録音機能付きの電話も大事なんだけれども、さまざまな角度からやっぱりアプローチしていくその高齢者の方に対して、またいろんな詐欺も本当にいろんな巧妙化していて、もうオレオレから振り込めからなんかいろいろとこうね詐欺も本当にこう手を変え品を変えっていう形で変わっているので、やっぱりこう民生委員さんなんかのね、あるいは地域でやっぱり声かけが必要だというところでは、栃木市の私このポップアップなんていうんですか、これ電話機に貼ってね、確か提案をさせていただいて気をつけようっていうようなことを確か紹介をさせていただいたんですけども、ぜひやっぱりこういうみんなでやっぱり地域で声かけ合っていくっていうようなやっぱり防犯っていうところも大事なのではないかなっていうふうに提案をさせていただいたんですけど、その後何か検討はされたんでしょうか。木所課長。はい、お答えさせていただきます。今、示していただいた手形ポップのシールでございますが、まあ、電話機のところに貼っておくと、こう受話器を取るとそれがこうポップアップで上がってくるというものなんですが、まあ、ご提案いただいてですね、市では、28年度に500枚、29年度に570枚を買わせていただきましてですね、これを長寿を祝う会で、配っていたりだとか、はたまた、民生委員の方にですね、お渡しして、まあ訪問時のアイテムとして活用させていただいている次第でございます。そんな形で今配布を努力しているところでございます。池田委員。そうですか、知りません、ね、ありがとうございます。で引き続き、ね、みんなでやっぱり声をかけていきたいと思うことと、あとですね、まあ、東条議員も資料請求でありましたけれども、改めてですね、この周知の方法ですね、まあ、対象の方たちとまた周知の方法を確認させてください。木所課長。はい、周知でございますが、まあ、今まではもちろん、公式ホームページであるとか多摩広報防犯メールなどにより周知はしていたんですが、まあ、来年度はですね、新しい取り組みとして、介護保険料決定通知書などにですね、カラーで警察の方がですね、カラーでチラシを印刷してくれるということなので、それを同封させていただいて配布することによって新たな方々への PR をしていければと考えております。池田委員。ぜひですね、まあ、そういう封筒に入ったものってとか見落としたりとかする場合もあるので、ぜひ私は民生委員さんだとかやはり自治会だとかそういうところにもしっかりとですね、そのチラシ活用していただいて広くですね、周知をしていただいて、みんながこういうものがあるんだということを申し込めるような形にしていただきたいと思うんですけども、その確認をさせていただいて終わります。木所課長。はい、お答えさせていただきます。もちろんですね、地域の方々への草の根的と申しましょうか、そういった活動はベースでございますので、今後も継続していきたいと思います。また、防犯協会が11部ございますので、そちらの方々にもですね、チラシをお渡しして、ぜひ皆様の口コミで、広がるような形でですね、我々の方も、この事業をですね、展開していければと考えております。この事業について他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。この事業に関連する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。他に第1項総務管理費について質疑はありませんか。大熊委員。はい、それでは広報活動費の委託料、公式ホームページ業務委託料、冊子では143ページ、タブレットでは147ページについてお伺いしたいと思います。多摩市の公式ホームページ、昨年リニューアルをしておりますけれども、そのリニューアルの効果、アクセス数やコストなどについてお伺いしたいと思います。尾崎広報担当課長。おはようございます。よろしくお願いいたします。昨年、失礼いたしました。昨年7月に行った広報の、効果、それから、費用関係ですね。もう一つが、失礼しました。
ですが、まず、コストの関係ですけれども、従前のシステム、これはランニングコストだけのベースになりますけれども、数百万ほど、削減をされております。で、効果でございますが、特に大きく変わったところが、お気づきかとは思いますけれども、トップページのところが、大きく変わるというところで、施策的にこう判断されたものを載せることで、より市民の方に政策を打ち出すことができるという効果が現れているというふうに思っております。さらに、ですね、ページの、アクセス数でございますが、これは大きく変化したということはございません。横ばいというところでございます。以上です。大熊委員。はい、開くとですね、確かに華やかになったというか、トップページに今重点にしているものなどが載っていて、そういった点では分かりやすくなったなというふうには感じているところです。そういった、トップページそういう形になってますけども、さまざまな議員の方からですね、なかなか目的のページにたどり着くのが大変だというような指摘などもあっております。でまたそこのページに行ったとしても、形式としてはそこでさらに PDF の文章を開いて内容を確認するというようなことがありますけれども、その点が分かりづらいというような指摘もあります。こういったことについての対応を、今後どうされていくつもりなのかということと、ページに直接本文として記載するということも一つあるかと思うんですが、そういったことについての課題などあればお伺いしたいと思います。尾崎課長。目的にたどり着きにくいというご指摘につきましては、多分自治体の作っておりますホームページにつきましては、多分どこでもそういった課題があろうかと思います。現在公開されているページがですね、約6000ページ近くございまして、すべてが分かりやすくそこにたどり着けるかというところにつきましては、検索機能を使ってもなかなか飛ばない、あるいは検索機能を使っていったと思ったら現在表示されておりませんというところのページになってしまうというようなご意見も多々ございます。これは日々広報の担当としましても、そういったページがないようにチェックをしているところでございます。またPDF の問題ですけれども、確かに PDF というものを本文にこう入れるということがベストなんですけれども、ただ視覚に障害をお持ちの方が読み上げソフトのを使ってですね、ホームページを読むと延々とこう読んでいかないと、その方にとっての目的のページにたどり着かない、あるいは記載にたどり着かないということがございまして、非常に悩ましいところなんですが、PDF がそこにありますよという表示になれば、さらにそこにをまた見ていただける。あまり長い間こうずっとこう読み上げをしてしまうと、さらに時間がかかってしまうという問題もございまして、現在では PDF で表現をしているというところでございます。大熊委員。はい、施策が広いということでなかなか大変な部分もあるんだと思います。検索でというところ一つの方法としてはあると思うんですが、ただ検索といってもそのワードそのものを知らないとですね、なかなかそこにたどり着けないということもあります。関連しているような施策を紹介するような仕組みというのも、この間も指摘あるわけですけども、そういったことについての対応としては今後どういったことをされるんでしょうか。尾崎課長。お伝えします。検索につきましては、ちょっとしたコツというのもありまして、例えば、子育て、制度何々っていうふうにこう&機能って半角ずつスペースを空けて検索する方法ですとか、例えば子育てだけどこの文言はいりませんっていう時にはマイナスをつけて検索をかけるとかっていう方法もあるんですけれども、ただ皆さんがそういったスキルをお持ちではないということもありますので、現在ですけれどもこれ調整しておりますが、レコメンド機能というのを検討しております。これはこのページを見た人はこんなページも見ていますよというのがこう出る機能ですね。それを出させていただける、出すような形でできれば3月中にもそういった機能を実装させていきたいというふうに思っております。
大熊委員。はい、しっかりとですね、そういった情報に市民の皆さんがアクセスできるような仕組みとして、そういった工夫をされていくということなので進めていただきたいと思います。市民の皆さんにですね、市政にしっかりと参加してもらおうということの大前提として、やっぱり情報共有というところがあります。ホームページというのはですね、これからも比重の大きくなっていく大きな柱の一つだと思いますので、そこは丁寧にやっていただきたいと思います。で、今回ですね、範囲が広くて課題があるということと同時に読み上げソフトなどでやるとそのまま表示していると大変な状況もあるということは分かりました。そういったことであるとですね、今後の対応として考えなければいけないかなと思うんですけれども、音声読み上げソフト用のページなどをですね、今後検討していく必要もあるんじゃないかと思います。そういったことを指摘してですね、終わりたいと思います。この事業について他に質疑はありませんか。飯島文彦委員。同じく広報活動費についてご質問したいと思います。予算書は紙で141ページ、タブレットは145ページ、予算カルテは紙で12ページ、タブレットで25ページになります。広報活動費の中で多摩広報の全個配布業務委託料についてお聞きしたいと思います。まず多摩広報を全個配布することをお考えになっているとのことですが、その理由をお聞かせください。お願いします。尾崎課長。お答えいたします。多摩広報の全個配布につきましては、これは十数年前から実は広報の担当としても検討してまいったところでございます。なかなかそのうまく何て言うんでしょうか、予算効率というところも考えて、一度はですね、もう平成17年か18年、すみません、はっきりとはしてないんですけども、そのくらいにも、その頃にも全校配布の予算を計上したことはございましたが、実現には至りませんでした。この間毎年のようにですね、全校配布できないかということは模索してまいりましたが、今年度からシティセールス政策官を招き、また広報担当課長というポジションを設置し、より広く深く丁寧に広報の、広報といいますか市政の情報をお伝えしようということで、ここで改めて予算を計上させていただいたということでございます。飯島委員。はい。全校配布した場合ですけれども、従来の新聞折り組みプラス、登録者の個別配布、そういった場合と、今度新しく考えられている全校配布した場合の費用の差は大体どのぐらいになると見込んでいらっしゃいますでしょうか。尾崎課長。お答えいたします。約1000万前後でございます。飯島委員。はい。今回の全個配布ですけれども、そもそも、市民の方々から全個配布してほしいというような要望は上がってきていたのでしょうか。尾崎課長。お答えします。世論調査などによりますと、必ずしも全個配布に売らなくても大丈夫だというご意見もございますし、一方現在個別配布をさせていただいておりますけれども、その中ではなぜ市の情報を得るのにいちいち電話して申し込まなければいけないんだというようなご意見も頂戴しているところです。飯島委員。はい。多摩広報ですけれども、現在、新聞折り組みのほかに、まずインターネットでも、配信していただいて、配信というかホームページに掲載していただいております。で、また公共施設等にも置いて、欲しい人は入手することができる状況であります。で、今年、2月に発行されました最新の世論調査報告書を見ますと、新聞の折り込みで
多摩広報入手されている方が 60.8%、 それから公共施設等で入手されている方が 11.4%、 そしてインターネットで入手されている方が 2.9%、 そして登録制個別配布で入手されている方が 4.3%、 これらを足しますと 79.4% の方が、まあ、多摩広報を今の段階でも入手されています。そういう状態であるにもかかわらず、さらにこう1000万の費用をかけて、全国配布する必要は本当にあるとお考えなのかお聞かせください。尾崎課長。お答えします。世論調査でございますが、まあ、世論調査のこの今回の世論調査の、回答された方々の年代、60歳代、70歳代が約半分でございます。それ以外の方々のご意見としては、7割ということでございますが、その年代の方々の7割というふうにも考えられるかなと思っております。全国配布でございます、失礼いたしました。現在 の、 世帯数7万1000世帯ございますけれども、新聞折り込みが4万2000部、個別配布が2600部となりますと、全世帯に届いているかとなると、62.8%、まあ、それ以外にいろいろな方法で情報を取っていただいているということで、も含めましても、じゃあ残り数割の方々には情報をお届けしなくてもよいのかということになってしまいますので、まあ、今回できれば全市民の方に手に取っていただき、情報を確実にお伝えしていくということにを目指したいというふうに考えました。飯島委員。はい。市民の方々皆さんにこう情報をこうですね、まあ、お知らせしてご共有したいというほ、まあ、お気持ちは、まあ、すごく、私も分かります。ただ実際にこう全校配布の、まあ、状況というのをこう見ますと、例えばマンションですとかアパート、まあ、集合住宅にですね、1階のところにいろいろなこうチラシが全校配布されているのを見ると、まあ、非常にゴミとして捨てられている、もう玄関、家の中に持っていかずにこう玄関先でも捨てられているような状況が あるというのは皆さん見たことがあるんじゃないかなというふうに思います。でまた空き家とか留守宅に全国配布したものがですね、たくさん詰まっているような状況がありますと、防犯上よろしくないのではないかというようなご意見もございます。でまた新聞というのは、まあ、閲読率が、まあ、いいと言われます。これは新聞は必ず先ほどの、マンションの玄関先で捨てられているようなことはなく、とりあえず家のお茶のままできっちりと届くと。でそこに置いてあるので、そこで、まあ、何かしらその家庭の人は、まあ、目が届く、見ることがあるということで、非常にそういった意味では新聞というのは効率のいい面もあります。まあ、確かに新聞の購読率自体が、まあ、現在は落ちてきていると言われますので、まあ、その現実を見ますと、まあ、将来的には、まあ、何かしら新聞折り込みではない何かしら他の方法も考えなければいけないのかもしれません。まあ、将来的には全国配布ということも、まあ、本当に当然考えるべきだなのかもしれませんけれども、まあ、今はネット配信も、まあ、今は先ほどの世論調査報告書では、まあ、インターネットで入手されている方 2.9% とまだ少ないですけれども、まあ、これから若い世代がインターネットを活用するようになれば、もっとこれも増えてくるかもしれません。また、まあ、現在は先ほど、まあ、高齢者の60代、70代、80代の方が中心だというお話がありましたけれども、まあ、そういった方々っていうのは、実際に多摩広報をよく読んでくださっているそうで、それも世論調査の、中に、すいません、多摩広報の精読度というところの、中の調査の中で、
制度を見ますと、やはり60歳代、70歳代というのは、やはり、60歳代の男性が読んでいるという方が 67.7%、 70歳以上の方が 74.4%、 女性の方ですと60歳代で 82.6%、 70歳以上の方で 78.1% と、まあ、非常に高齢者の方が読んでくださっていると。でそういう方は新聞もまだ購読されている方も多いということで、まあ、その人たちに今しっかりと届いている状況をすぐここで変えていいのかどうかということはもう少し検討する必要があるのではないかというふうに考えます。また個別に登録されて配布の方も平成27年の方から行っていただいて、もう2500件を超える数字というふうになっていると思います。まあ、確かにいちいちなぜ電話をして情報を得なければならないんだというご意見もあるかもしれませんが、こちらの方はこの2年間いろ市の方でも努力していただいて、お知らせいただいた方にはきっちりと、個別に配布する、それも2500件以上も届けるようになったと、そういう形をこれまでようやくやってきたところで、まあころっとこう今、全校配布に変えるというのは、まあ、いささか時期尚早な感じも受けるというふうに思っております。で続きまして、多摩広報 をですね、まあ、そもそも全校配布することっていうのは、まあ、可能なのかということを、ちょっと2番目にお聞きしたいと思います。多摩広報は今5日号、20日号と、まあ、その日にちが決まっているものです。まあ、即時性といいますか、そういうものが求められている。その多摩広報をきっちりと5日あるいは20日にこう市民の皆さんにお届けするということはできるんでしょうか。尾崎課長。お答えします。現在でも個別配布に関しましては即日ではなく2日間ということで配布させていただいております。そのために例えば催し物等の申し込みにつきましては必ず申し込み開始日を明記するということを27年から行っておりますので、そこに不利益が講じないような措置を広報上で取らせていただいているところです。飯島委員。もし全校配布した場合は2日間で皆さんにお届けするということはもう確実というふうに思ってよろしいんでしょうか。尾崎課長。おっしゃる通りでございます。2日間で配布をさせていただきます。飯島委員。はい、まあ、非常に全校配布っていうのは厳しいというお話も聞いています。例えば、まあ、選挙広報なども、配られなかったというような、まあ、他の自治体ですけれどもニュースも見たことがございます。まあ、多摩市の場合はここ数年政策情報誌なども全校配布して、まあ、非常に実績を、まあ、積んでこられているのだというふうにも思いますけれども、まあ、政策情報誌などですと、まあ、特に先ほどのように日にちが決まっているとかいうこともありません。まあ、市としては決まっているでしょうけれども、市民の方々からすると、まあ、来るか来ないかというのも、まあ、分からないような方が多くて、もし来なくても特に何もこう市に送ってほしいとかそういうクレームも少ないのかなというふうに思いますけれども、広報の場合はもう5日20日そしてもう本当に市の情報が欲しいというふうに分かっている、待っているような人がいる状態だと思います。まあ、その中でこう全校配布してこうミスがなく、市民の方々にも迷惑をかけないということが本当にできるのかなというのは、まあ、いささか、まあ、確実だというふうなお話でしたけれども、本当にできるのかなというような不安もございます。例えば、まあ、今回議会代理の方も全校配布を考えております。
で議会代理は、年に4回発行です。で前回、対しまして多摩広報は、まあ、年に24回ということでやっぱり回数的にも差があります。そこで議会代理の方で全校配布をしっかりと試してというかやってみて、でその結果を受けてさらに回数のいい多摩広報の全校配布をどうするかというような考えを検討されたことはなかったのでしょうか。尾崎課長。お答えします。その点については検討はしてございませんでした。広報を始めるということと議会代理を一緒に全校配布をするということは同時であろうというふうに考えております。飯島委員。はい、まあ、本当大変に失礼なのかもしれませんけれども、非常に全校配布、なかなかやってみると難しい状況があるのではないかという気もいたしております。で3番目に全校配布に至った経緯についてお聞きしたいと思います。予算カルテの方を見ますと全校配布は4月20日号からもう開始するというご予定のようですけれども、まあ、もうすぐでございます。この4月20日号から全校配布開始するというのはいつ頃決まったことなのでしょうか。尾崎課長。お答えします。全校配布の決定の経緯でございますけれども、失礼しました。まず、この事業、まあ、全校配布にするかどうかということは課の中で、検討させていただきまして、10月には予算の計上がございます。その中で計上させていただき、予算の最終内示が1月の下旬になりましたので、まあ、具体的にはその予算の内示をもって事業が行うということが決定されたというふうに考えております。飯島委員。はい、この件について、ありがとうございます。多摩広報の全校配布、まあ、最初に、おっしゃられたように十数年前から検討もされていて、まあ、平成17、8年には、まあ、予算にも計上されたことがあった、まあ、確かにずっと進めてこられたことなのかもしれません。ただ、これに対して議会代理の方も、まあ、最近ここ数年で、まあ、全校配布について検討してきました。でそれについてはしっかりと議会代理のこれまでの議会代理の中にもそういう検討しているというような記載もあったと思います。でまたその議会代理は A4 にサイズを変更しました。これはポスティングをしやすくするための、まあ、一環ではないかというようなことも言われておりまして、まあ、一般に外部的にも全校配布というの動きが議会代理の方はあるということがこう見えていたのかなというふうに思います。まあ、これに対して多摩広報は、まあ、町内では検討はされていたのかもしれませんけれども、まあ、外部から見ても、まあ、私たち議員の方から見てもなかなか今こうすぐいつこう全校配布の動きがずっとこうここであるんだということがちょっと見えにくかったのではないかなというふうに思います。また2年ほど前から登録制の個別配布も進めてこられて2500件を超えるまでになりました。まあ、そういうシステムがしっかりとここで積み重ねてきたところなのかなというふうにも思います。まあ、そんな時期に全校配布というのはちょっとあまりに唐突な感であるというのは、まあ、否めないところなのかなというふうに、まあ、私としては感じております。まあ、市としては全校配布検討されているということですけれども、まあ、私の見解の方を今日は述べさせていただきました。これで終わります。浦野企画政策部長。
まあ、あの今担当課長からも説明させていただきました。まあ、全国配布はまあ過去から長いあの間の課題で、まあ現在の方法も単なるこう新聞織り込みではなくて、まあ個別郵送という工夫も取り入れながら、まあ現在に至っているということでございます。まあ、現在の手法のまあ短所といいますかね、長所、あの今議員から言われたあの長所もあろうかと思ってますし、全国配布をした場合の短所というふうなところも あろうかというふうに思います。またあの市長がいろんなあの市民の前あの会合やなんかでこう、新聞の購読ですとか、どうこう世の中のこうニュースをこう取り込んでるのかとかですね、また広報をどのくらいの方が読んでるのかっていうようなことをいろんなところで聞いております。そういうところで、まあ私も立ち会ったところでもかなりこう新聞読んでる方が本当に少なくなってきたなっていうふうな、そういう実感を受けたところでございます。まあこれあの市議会だよりも同様だというふうには思うんですけども、やはりこう市民主体のまちづくりですとか市民共同、また市民参画、よりこう市政議会のことに対してこう関心を持ってもらうっていうふうなところがこう必要だというふうに思ってます。まあ、そのためにはですね、やはりこう情報の共有というふうなところが最大限必要だというふうに思ってございます。まあ、今後はですね、その全国配布の短所もあろうかと思いますけども、読んでもらえる広報作りというふうなところに目指していきたいというふうに考えてございます。広報活動費について他に質疑はありませんか。遠藤明子委員。多摩広報のこと、配布の方法について質疑がございましたけれども、今回の予算の中にはですね、この広報の配布という点でいきますと、織り込み配布業務と、それから公共施設等配布業務、それから個別配布業務、そして今質疑がありました全個配布業務と、まあ、様々な配布業務の形態が委託という形で出ているわけですけれども、それぞれの対象ですとか、まあ、やり方、その違いをご説明いただきたいと思います。尾崎課長。お答えいたします。全個配布につきましては、文字通り全個配布で、個別配布業務につきましては4月20日号からの全個配布という形になりますので、4月は1日号でございますので、4月1日号は現状の新聞織り込みと個別配布という形になります。公共施設への配布につきましては、これは今までこれまでもやっておりましたが、約等になりますので、公共施設及び病院であるとか郵便局というところには配布をするというものですね。10部前後ずつということになりますが、以上でございます。遠藤委員。この配布、全国配布の開始の時期ということで、それに間に合わない部分については従来の配布方法の分の、委託業務だということが今確認いたしました。大切なことはですね、全個配布を実施するということになれば、従来やっていた個別対応とかが必要なくなるということになると思いますので、きちんとそのあたりのところは今後一本化をしていって、この配布ということについて多くの市民の皆さんの手元にきちんと届けるという目的を達成しながら、業務のこう見直し、そういったことにつなげていただきたい、そのことだけ申し上げておきたいと思います。広報活動費について他に質疑ありますか。松田大輔委員。全個配布のところでちょこっと2点ばっかり伺いたいところがございまして、大体今全個配布っていうと、登録世帯が6万6千ぐらいですかね、そのぐらいあると思うんですけれども、実際にですね、登録されてない、世帯というのが含めると、大体7万2、3000の世帯があると思うんですね。でその中で、完全オートロックの、オートロックって言ってもいろいろ幅があるんですけれども、オートロックでもささっと枠から入れると、
中に入れちゃうところと、もう本当完全なところっていうのが、まあ、公明社出さないですけど何軒かありまして、大きい集合マンションで500世帯ぐらいのところです、完全に入れないところっていうのも多摩センターの方があったりするんですね。で、まあ、そういうのを入れると大体まあ 7万2000、3000のうち、まあ、どのくらいですかね、まあ、1000世帯ぐらいあるのかなと思うんですが、このあたりの対応、まあ、ちょこっと共済とか、まあ、ゴミカレンダーとかやってるので、まあ、その辺は分かってると思うんですが、こういったマンションの対応どうするか伺いたいと思います。尾崎課長。お答えいたします。全戸に物を配布するということであれば、あの多摩市の便利な本というところでも全戸に配布させていただきまして、対応させていただいております。オートロックのマンションにつきましては、まあ事業者にがですけれども、あの管理人に全戸配布をしている旨を説明して、管理業務の方に個別に、そこにお渡しするというやり方もございますし、住民すべてに広報が届かないというような状況があって大丈夫かどうか、あの完全に拒否された場合ですね、その辺は確認をしながら個別にケースに当たっていきたいというふうに考えております。松田委員。あのゴミカレンダーもそうなんですけれども、まあ、公共のものだからこれはいいと思うんですけれども、管理人が拒否するってことが普通にありますので、この辺密に連絡をですね取ってやらなければならないところなのかなというふうに思います。あとあのエラー対応なんですけれども、このエラー対応っていうのが、まあ例えばゴミカレンダーとかだと大体一度配ると、まあ総数でいうとどのくらい200件とかですかね、出たりすると思うんですね。ボロ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 毎日出てきてうち入ってない、例えばあの入れたところでもうち入ってない、まあ、捨てちゃったりとかもするんでしょうけれども、この全戸配布っていうのが最初は全戸配布されていることが市民が気づくかどうか分かんないですけどね、1年ぐらいすれば、まあ、これ全戸配布するのが当たり前なのかなと気づいてくると、このエラーっていうのも増えてくると思いますし、この辺のエラー対応について、例えば今度この配布をするところとしっかりと打ち合わせされているのかどうか、そのあたりですね、ちょっと伺いたいと思います。尾崎課長。お答えいたします。まあ、エラー対応未達のようなケースの場合ですけれども、これはあの使用書の方にも明記しておこうしていくところでございますけれども、未達だった場合にはその事業者の方から市に連絡が入り、その、はい、失礼いたしました、市に連絡が入り次第、市からその事業者に連絡をして配達をしてもらうというような体制を考えております。松田委員。はい、まあ、多摩広報ってなると、まあ、議会代理とかと違って、まあ、申し込みですとか、まあ、そういったものもありますので、このエラー対応をしっかりやっていかないと大変なことになるということだけ申し述べて、以上意見とさせていただきます。広報活動費について他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。他、この広報活動費に関連する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。他に第1項総務管理費について質疑はありませんか。本間俊恵委員。予算書を紙で165ページ、タブレット169ページになります。子ども・若者育成支援事業についてお伺いいたします。この中の引きこもりに関する講演会と個別相談会の開催について特にお伺いいたします。昨年ですね、ビータで開かれました講演会、私も参加させていただきまして、予想以上にたくさんの市民の方参加されていて、内容も本当に良かったなというふうに思っております。ありがとうございます。で、その29年度に、講演会また個別相談会も行っておりますけれども、そちらの状況とか反響とかその辺のことを教えてください。鈴木児童青少年課長。ただいまご質問いただいた件でございます。まあ、
今年昨年度ですね、4月に児童青少年課に子ども枠の育成会議をですね設置いたしまして、まずは自立に困難を有する若者対策ということで、引きこもり対策取り組んだところでございます。7月のですね講演会につきましては、47名のですね方がいらっしゃって、大変ですね、アンケート結果の声を聞きましてもですね、好評だったようなところでございます。また10月にはですね、引きこもりの家族といった当事者の方を対象に、セミナーを開催させていただきました。それの中ではですね、当事者ということだったので、人数的には10名というようなところでございました。そのセミナーの中ではですね、実際に引きこもりで、だっただけれども、現在は社会に復帰された方の体験談なんかも盛り込みですね、行わさせていただいたようなところでございまして、アンケートのですね、結果の方を見ましてもですね、特にやっぱり当事者のですね、生の声が聞けてとても良かったというようなことと、またこれからですね、どのようにしていったらよいのか少し分かったような気がしますと、そういうですね、ちょっと嬉しいようなアンケート結果もいただいているところでございます。本間委員、30年度ですね、また講演会をどのように開催されるのか、また相談会6回に増やしていただくということでよかったなと思っております。でそちらのですね、実施する予定の、どのように開催されるのか、またその方々のプライバシーとかですね、どのように確保されているのか、そのあたり教えてください。鈴木課長。30年度の取り組みでございます。まず講演会につきましてはですね、やはり広く市民にやっぱり実態を知っていただく必要性があるなというようなところを、理解を深めていただくとともにですね、やはり引きこもりに悩まれている方はなかなかやっぱり相談へ行くのもやっぱ難しい状況があるというふうに伺ってございますので、そういったことでは低い意識というかですね、そういったこと、また個別相談をですね周知する意味合いで、講演会を来年2回ですね、予定をしてございます。でまた個別相談の方でございますけれども、今年度につきましてはセミナー終了後にですね、1回行ってございます。その時はですね、1回で8組の方に申し込みがあったんですけれども、実際は当日にキャンセルも出た関係で、5組の方がですね相談を受けたようなところがございました。今年度につきましては5月からですね各月で6回ですね行いたいというふうに思ってございます。場所につきましてはですね、今市役所の1階の市民相談室のところで考えてございます。なおプライバシーの問題非常に大事なところでございますので、そのですね、昨年の時もそうなんですけども、実際にそのやる相談1回あたりのですね相談時間は大体1時間というふうにことを考えてますけども、大体その相談時間が終わってすぐ次の相談者を入れるとですね、やっぱりそのすれ違いというかですね、あったりするような可能性もありますので、そこの間隔はですね広げるような形でですね、そういった配慮していきたいと思います。また実際そういった個人情報をですね取り扱ってまいりますので、その際にはですね、東京都が引きこもり等の若者支援を適正に実施すると認定しているですね、都の若者社会参加応援事業実施団体というのがございまして、そちらの方からですね選定をして、プライバシー個人情報そういったものにはですね十分配慮して努めていきたいというふうに考えてございます。本間委員。この講演会相談会 の周知方法とか、あとですね個別相談を受けた後の対応なんですけれども、どこか委託先のところにご紹介するとか、その辺のあたりを教えてください。鈴木課長。
今年度につきましては個人情報には配慮ということで、特にですね相談者の個人まで特定することはしていない中でやっておりました。ただやはり来年度からですね、よりやっぱ事実につなげていくということでは、個人の方も特定した中でですね、より詳細な聞き取り等してですね、行っていきたいというふうに考えてございます。その相談の中ではですね、例えば精神的なところということですとですね、東京都の多摩総合精神保健福祉センターへつなぐですとか、あとまた働くことにですね、悩みや不安を抱えているような場合につきましてはですね、地域若者サポートステーションというところにですね、つなげていくというふうに考えてございます。また講演会ですとか個別相談の周知なんですけども、こちらにつきましてはですね、多摩広報はもとよりホームページですとか、あと自治会管理組合、そういったようなですね、組織を通じてですね、周知していきたいというふうに思ってございます。本間委員。はい、ありがとうございます。それも丁寧な対応をして考えていただけるということで安心をいたしました。でその周知の方法ですけども、そちらに加えてですね、以前もお願いしたんですけれども、その他の課のところで、例えば高齢のところですとか、そちらの方でそういった方のお宅に、そういった引きこもりの方がいるとか、そういった他の家族の方でも、こう認識されているような部分ってあると思うので、その辺を共有していただけるといいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。であとですね、このやはりその引きこもりのですね、実態調査というのが本当に大切になるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺どのように考えていらっしゃいますでしょうか。鈴木課長。なかなか引きこもりのですね、実態を把握するのは非常に難しいようなところがあるのかなというふうに思ってございます。過去にですね、国の方や東京都などもですね、実態調査を行ってございます。その中でも東京都がやった中では 0.72% というところで、からしますとですね、また今年度の講演会の状況から見てもやっぱ一定程度ですね、市内の方にもいらっしゃるというふうに考えてございます。そんなところで今ですね、検討しているのはですね、来年度第2期の子ども子育て支援事業計画の中でですね、内包する予定でおります、いわゆる多摩市版の子ども若者計画での策定に向けてですね、現在ニーズ調査もですね、一定程度やるということを今検討してございます。その中でですね、若者の意識及び実態を調査してですね、少しでもちょっと把握に努めていきたいなということは今考えているところでございます。本間委員。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。本当にその引きこもりの、ね、対応の窓口名をですね、もう質問した後にこう変えていただいたとかですね、相談しやすい体制が本当に整ってきているんだなというふうに評価させていただいております。で28年度にはこの質問したときにですね、年間に相談件数2件程度で、東京都の窓口の方にそのまま紹介されていたような状況だったわけなんですけれども、その今現在ですね、窓口にこう電話ですとか相談問い合わせなどが引きこもりに関してですねあった場合に、市の方はどのようなかこう窓口の対応されているのか教えてください。鈴木課長。市の窓口対応というところでございますけれども、実際こちらの児童青少年課の方にもですね、年に数件ですね問い合わせがございます。そしてですね、例えば東京都の引きこもりサポートネットの紹介ですとか、あと障害関係ですとですね、障害福祉課ですとか、そういったところをつないでいるところでございます。また市の関連部署のところでもですね、やっぱり例えば生活福祉の部門ですとか、その
障害部門、そういったところにもですね、ここ個別にですね、行くようなところがあると思いますけども、そういった際にもですね、適切な関係機関にはつなげているというふうに認識してございますとともに、昨年にですね、一回関係所管でもですね、声かけて集まった中でですね、それぞれの各部署の取り組みなんかもですね、情報共有をして、連携の強化、そういったこともですね、図っていくことに努めているところでございます。本番委員。ありがとうございます。ぜひですね、本当に一人でも多くの若者のですね、本当に、そしてまた家族の方も、明るい希望が持てるようにですね、頑張っていただけているのかと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでですね、これはもう今後のことなんですけれども、やはり私の近所にも年金生活の、ね、親のところに頼って、40代50代 の、 その若者っていうくくりではない方の、引きこもりという方もたくさんいらっしゃって、うちにもですね、一人いるんですけれども、ね、こちらのですね、全年齢のですね、対応というのもまたこちらの課ではないとは思うんですけれども、本当に総社市の方ではですね、社協が委託し社協にですね、委託をして社会復帰仕事に就けるようにっていうような支援をされていました。本当にそちらの方ですね、子ども青少年課というよりは全体的に考えていただくことなのかなと思いますけれども、ぜひそちらの方もこちらこれから取り組んでいただけるように、考えていただけるようにどうぞよろしくお願いいたします。以上です。あ、いいの？古川、生活福祉課長。今全年齢での引きこもりの方々のご相談ということでございますが、生活困窮自立支援法の対象者の定義の中に、本法においてはこの法律において生活困窮者とは、現に経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方という形の中で、この中には実は引きこもりの方たち、将来的に経済困窮がなる可能性のあるということで対象になっているところでございます。このため子ども若者法と連携した形の中で、おおむね40歳以上の方々の引きこもりのご相談については、8050というような言葉もありますように、生活福祉課の方の生活困窮の方でご相談を今対応させていただいているところでございます。子ども若者育成支援事業について他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。この事業に関連する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。他に第1項総務管理費について質疑はありませんか。板橋茂委員。はい、それでは予算書135ページ iPad では139ページですけど、 iPad の数字見ると138になって2つが1つのページになっていますので、ちょっとあんまり正確ではありませんが、 iPad のでは139でございます。総合オンブズマン制度の運営経費についてでございますが、全国的な自治体の状況、このオンブズマンの報告書を見まして、27自治体が29年3月現在という形で出てきておりますけれども、全国的にもこれがその正確な数字というふうに見てよろしいんでしょうか。相田オンブズマン事務局長。お答えいたします。オンブズマン制度、総合オンブズマン以外のですね、専門的なオンブズマンの制度が行っている自治体が全国的に見ますと、その他に33ございまして、総合が27ということで、合計60、ちなみに都内で見ますと、総合オンブズマンが 9自治体、そしてそれ以外の専門的なオンブズマンが13自治体の合計22自治体というところでございます。板橋委員。
まあ、多摩市のオンブズマンは、介護保険制度が始まる、まあ、2000年、その日に、まあ、その年からさ福祉オンブズマン制度としてスタートし、その10年後に今度は多摩市のすべての事業を対応できる総合オンブズマン制度という形で大きく前進してきております。ましては民間事業者も含めてですね、こういった苦情制度、苦情対応制度があるというのは本当にもっと多くの自治体に広げていくいい制度なのではないかというふうに思っているわけですが、まあ、その点でですね、この資料の中にも全国行政苦情救済オンブズマン制度連絡会という形で、まあ、全国33団体が集まったこの集会に多摩市からも参加したという報告がありますけれども、こういう全国的な集会の中で多摩市のこの制度のアピールとかそういったことなどもやれるんでしょうか。相田事務局長。はい、まず最初にその民間福祉事業者を対象としてですね、オンブズマン制度につきましては、私ども把握している限りでございますけれども、多摩市以外にはですね、昭島市、それと、まあ、この昭島市は実は多摩市がそのオンブズマン制度の参考にさせていただいた自治体でございます。それと、今年度29年の4月1日付で国立市が新たに総合オンブズマン制度を始めまして、こちらも対象にしているということでございます。でご質問の全国救済オンブズマン制度連絡会の関係でございますけれども、こちらはですね、総務省とそれからその公益財団法人全国行政相談委員の連合協議会、こちらがですね主催しているものでございまして、内容といたしましては、その国とそのオンブズマン機関、それからオンブズマン機関同士の意見ですとか情報交換を中心に行いまして、そういったことをですね、苦情処理制度の充実を図っていくと、そういうことを通じまして充実させて図っていくということで、年に1回11月にですね開催されているものでございます。今年も11月22日に総務省の中央合同庁舎において開催されまして、私どもからは萩原オンブズマンと私ども事務局が出席いたしております。それでその中ではですね、まあ、各機関の活動状況の中で事前にですね課題となっているということが伺われことやですね、他の市に伺いたいというようなことをですね各市から出していただきまして、それに対して同じように事前にその全てのあれが回答しまして、それを踏まえて当日そこで意見交換等を行っていくということでございまして、今年は11議題が出されまして意見交換をしております。まあ、その中でですね、実はその今ご質問にありました民間福祉事業者のことについてはちょっと議題とはなってございませんでした。以上でございます。板橋委員。まあ、民間福祉事業者といえば多摩市の場合もやっぱり8、9割方はですねちゃんと協定を結んで苦情に対しては協力しますよという、こういったのは本当に 今お聞きするところと、まあ、ところでは昭島、国立、多摩市ですか、こういった状況だけ、本当に今、介護保険制度、医療制度もどんどん改悪される中でですね、市民と、まあ、その利用者と事業者さん、利用者と市の窓口の人、ここのところでですね、やっぱり疑心暗鬼が非常に大きくなって、でもう、悪い事業者に引っかかったとかですね、それで市の職員には絶対騙されないぞとかいう形でですね、もうますますその思いが固執して問題解決にならない、そういう時に第三者としての、まあ、弁護士さんですけども、オンブズマンが間に入ってその制度の説明などをし、もう本当にこう第三者的なその人が入るために話がスムーズに前に進んでいくという、こういった多摩市にとっても、まあ、事業者にとっても本当にいい制度だと思うんですね。ところがなかなかちょっと広がりが少ないな、また多摩市が全国に先駆けてトップクラスのこの制度を持っているのに、視察もあまりないように伺っていますけれども、この視察の状況についてはいかがですか。相田事務局長。
視察を受けたかどうかということでございますけれども、実は最近ですね、視察お問い合わせと電話等でのですね、お問い合わせ等はございます。先ほど申しましたその国立市がですね、29年4月からということで立ち上がるその28年度は随分電話等でお問い合わせはあったようでございます、国立市から。しかし視察はですね、24年に1件、これは福祉オンブズマンから総合オンブズマンに変わったことの中でどうだということでございました。でそれ以前、それ前はですね、総合オンブズマンになってからこの1件です。福祉オンブズマンの時が17年度に2件とか16年で5件とかありましたけれども、最近はそういった状況でございます。板橋委員、よその自治体から多摩市に来てですね、施設、部署のこう一覧表を見てオンブズマンというのがあって、お、市役所の中にオンブズマンがいるんですかということで、びっくりする自治体の議員さんなんかもいらっしゃるという話ですが、やはり本当に全国でこういった特に苦情の中で一番ダントツ多いのがやっぱり健康福祉ですね。こういう問題については全国で本当に大きな問題になっているんじゃないかなというふうに思うわけですが、多摩市のこういった活動をもっとこう全国に広げてですね、全国の制度にできるようなそういった努力などもぜひやっていただきたいと思いますが、その点のお話を聞いて終わります。相田事務局長。私どもこのオンブズマンの制度につきましては、これまでですね、やはり市民の方が利用していただくということを中心にですね、市民の方への PR を中心にさせていただいたというところがございます。で、全国的な PR という活動は、先ほどの、連絡協議会の関係ですとか、それからあと、ホームページぐらいということですが、ただ一点、先ほどのちょっとご質問の中でも、視察の関係の中でもちょっと述べ忘れてしまったんですけれども、実は、28年の2月にですね、実は総務省からの調査がございまして、地方公共団体における公的オンブズマン制度の実態把握のための調査研究という報告書がまとめられております。この中でその4自治体をピックアップして調査にお見えになりました。でその中に多摩市が入っているということでございます。で、その多摩市においでになった理由としましてはですね、多摩市についてはその福祉オンブズマンから一般オンブズマンへと移行した地方公共団体の中でもその公的オンブズマンの活動が活発であるということをですね、注目されまして来ていただいたというところでございます。で、こういったこともございますので、今後もしかするとですね、そういった形の中でまた視察等があるかもしれませんが、もちろんお問い合わせ等があったときにですね、十分私ども視察等も受け入れもですね、積極的に取り組んでまいりたいと思ってございます。以上でございます。総合オンブズマン制度運営経費について他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。この事業に関連する質疑はありませんか。質疑なしと認めます。他に第1項総務管理費について質疑はありませんか。伊地知京子委員。それでは145ページタブレットでは148ページシティ政術推進事業のところで伺います。こちらに委託料のところでポスター作成、パンフレット作成、また冊子作成などといろいろメニューが載っているのですが、現在のこのシティセールス推進の進捗状況をお伺いします。尾崎広報担当課長。お答えいたします。現在のシティセールスの事業の推進に関してですけれども、進捗状況でございますが、現在、一番大きなものでは、多摩市シティセールス戦略というのの策定に向けて、大詰めを迎えているというところでございます。これにつきましては、さまざまな、調査もの、9月の補正でお認めいただきましたウェブ調査でありますとか、そういったものの結果を踏まえまして、町内のプロジェクトチーム、それから、市民ワークショップでの検討を踏まえて、この2月から3月にかけて、経営会議の方で、
またご意見を頂戴しているところでございます。で今後につきましては総務常任委員会の方でも、案としてお示しさせていただきまして、出させていただくというようなことを検討しております。またその他さまざまな、町内の事業に関しまして積極的な PR の方法について、広報的に支援をするようなこともしております。以上でございます。伊地知委員、戦略作りの方はまたこれから進んで結果が出てまた私たちのところに形になって示されると思うんですが、後半ポスターパンフレット冊子などの詳しいご説明をお願いします。尾崎課長。大変失礼いたしました。ポスターに、それからパンフレットにつきましては、埼玉市というのがどうもネガティブなイメージが、ついてしまっているのではないかということで、まあ、調査の結果でもそういったような結果が出てございますので、まずは多摩市というものが、ネガティブではなくてとても積極的に若々しいいい町であるということをまず知っていただくということが前提であろうということで、そういった内容のポスターおよびパンフレット等を作っていきたいというふうに考えております。伊地知委員。ここで業務委託料となっていますが、具体的にどのような形で誰に委託してどういった形で決めていくのか教えてください。尾崎課長。委託先でございますが、まあ、基本的には事業をお認めいただきましてから、契約をするということですので、まあ事業基本的には業者に委託をしていくということになります。内容につきましてはですね、市民のワークショップもやってございますので、そちらの皆さんと一緒に合わせ、相談をしながら具体的には進めていこうと思ってございます。ですね、失礼しました。具体的にはですね、ポスターにつきましては B1、B3、それからチラシにつきま、パンフレットというのは A4 を三つ折りにしたような形でしょうか、こういう冊子型ではなくてこう折ったようなもの、それを考えております。伊地委員。ちょっと市民ワークショップのことについても伺いたいと思います。冊子のことが抜けてるみたいですが、そのことと、あとワークショップですね、これまでどのように開いてどんな検討をしてきたのかと今後の予定についてお願いします。尾崎課長。大変失礼いたしました。あと冊子についてまず先に答えさせていただきます。冊子につきましてはこれは対象としてはまあ、いわゆる F1 層というふうにマーケティングの世界では言われているようですけれども、20代後半から30代全般の女性にをターゲットに、多摩市のまあいいところ、まあ、例えばインスタ映えするお店ですとか、素敵なかわいいところを紹介できるようなものを作りたいと考えております。でこれにつきましては、都内の書店をまあ、モニターといいますか書店を通じまして、そういった若い方々に手渡しをしてもらうということを考えてございます。それから市民ワークショップでございますけれども、失礼いたしました、12月以降全部で4回ほどワークショップを行わせていただいております。今現在考えております多摩市のシティセールス戦略に基づいてですね、ターゲットとなるターゲットを若い若年層としておりますので、その若年層に向けてどういったアプローチができるかということを4回にわたって検討させていただいております。12名の参加者が活発に積極的に参加してくださいまして、今後このワークショップにつきましては引き続き緩やかに人数を増やしながら、さらに具体的なアプローチの方法について検討をしたり、あるいはこういったパンフレット等の作成の参加もお願いしていきたいというふうに考えております。以上です。伊地知委員。
ありがとうございました。ちょっと私の方も話の持っていき方がちょっとまずくて、予算資料をいただいています。ナンバー22、40ページですね、タブレットで42ページ、ここに大体 のポスター、パンフレット、冊子の概略は書いてあるんですが、非常に分かりづらかったので、具体的なところを伺いたかったんです。で、ポスターとパンフレットについては、この市民ワークショップで詰めていき、冊子の方はまた別という解釈でよろしいんでしょうか。それだとすると、冊子をメインで、こう引っ張っていくのは誰で、ちょっと、F1 層主体ということです。 F1 層狙いということですが、そういったいわば何と言うんでしょうね、こう流行りを取り入れたインスタという言葉も出ましたが、そういった内容のものを一体誰が主導して作るのかというのはちょっと興味があります。それとワークショップの方で特にポスターとパンフレットを作るということと、緩やかに人数を増やしながらということですが、どういったところに声をかけて、どういう人たちをもっと増やしたいのかなというのもちょっと伺いたいです。尾崎課長。お答えいたします。まず、冊子の方でございますけれども、これは誰が、引っ張っていくのかと。これはですね、旅行誌ですとか、そういう雑誌を作っているような事業者とのタイアップ事業を考えております。ですので、これは至って行政主導という形になろうかと思います。ポスター、失礼いたしました。それから、ワークショップの内容ですね。ワークショップにつきましては、今現在12名いらっしゃいますけれども、口コミっていうのも含めてですけれども、参加者が参加者を呼ぶというような形を含めて、お声をかけさせていただきつつ、できれば若い世代に興味をお持ちになれるような方がいらしたら、例えば若者会議でありますとか、あるいはいろんな事業に参加されている若い方にこちらから積極的にお声をかけて、加わってみませんかというふうな勧誘をさせていただこうと思っています。伊地委員。はい、特に、なかなか行政とは縁遠いと言われがちな若い世代をぜひ呼び込んで、特に若者を引っ張っていきたいということですから、そこはぜひお願いしたいんですが、ただそのワークショップで検討された内容ですね、これからもいろいろ出てくると思うんですけれども、シティセールスというのは本質的にセールスだけではなくて、当然ですが実態が必要だと思います。例えばワークショップの中で、いやこれからはその子育て世代にアピールをしようよって出てきたら、じゃあ多摩市のどこをどういうふうに子育てのいい町だとアピールするのかっていうことは、当然その所管との連携がそれこそあって、実態がわからないとできないと思うんですね。そういったところを含めて、このシティセールス政策官を呼びになったというのは、そういう、つまり町内のいろんな情報を集めて連携しながらやっていくということが大きな主眼ではないかと思うんですが、そこのところをどのように考えていらっしゃるかはもうちょっと伺います。尾崎課長。お答えさせていただきます。町内との連携というところでございますが、シティセールスの今、もちろん大きな目標としては、現在 その、将来展望人口、10年後ぐらいを目指しているんですが、それを、減らさない、これ今現状の人口を維持するというのが、一つにはございますけれども、それ以上にですね、多摩市に住んでいる、現在住んでいらっしゃる市民の皆様に愛着を持って幸せな町であるということを感じていただく、住民福祉の向上が一番の狙いでございますので、そういった意味では、各職場がシティセールスの視点を持って進めていただくということが大事だと思ってございます。でそのための取り組みも、何かこう、例えば物を作ってとか、あるいはキャッチフレーズを作ってというふうにしていくようなやり方もあるのかもしれませんけれども、まずはもって町内にそういった気持ちが芽生えるような
対応していくことが必要だろうと思っておりますし、そのために政策課に来ていただきまして、その辺その役割を担っていただくということが一つあります。現実的に例えばですね、今オリンピックパラリンピックの事業の推進でありますとか、あるいはその他もろもろ私どもも含めまして、他の事業につきましてですけれども、先ほども申し上げましたが、積極的に広報的な支援、広報的な後ろからの支援もそうですけれども、アピールの方の広報も含めた支援もさせていただいているところでございます。維持委員。今のお話の内容は非常に腑に落ちますし、心強いものですが、私がさっき申し上げたのは、そのことが例えば市民のワークショップの場でもある程度共有されていないと、全く、市民は市民で、言ってみればもうご自分のお好みの意見を言って出てきました。でもちょっとこれは今の多摩市の現状にそぐわないから、出てきたものを却下ではあまりにもつまらないですし、やっている意味が半減するかと思います。そこのところはぜひしっかりやってほしい。資料の後半で多摩ニュータウン再生ソフト事業についても伺って回答いただいてますが、つまりこれ他の町の運営事業ということです。で、先ほども出ましたけど、今はやっぱり SNS やウェブをいかに活用するか、特に若者世代向けって言ったらそうです。今は例えば町でアナログな状態で情報を得ても、それを調べるのはまずスマホ、タブレット、 SNS やネットにつながって調べるというのがもう若い世代ではとっくに主流になっていると思うんですね。で、そこで先ほど出ました多摩市のホームページの状態、これをやはりもうちょっと、若い世代にばっかりこびろとは言いません。ですがもう少し分かりやすくて見て楽しいもの、今ネットにつながればお手本はいっぱいあると思います。そういった手こ入れが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょう。尾崎課長。させていただきます。公式ホームページにつきましては、内容的から見ましても積極的に20代が見る内容であるとは思ってございませんが、ホームページのトップページのところにも丘の町というコンテンツ作らせていただきまして、先ほどご指摘のありました丘の町というウェブサイトに、リンクするようになってございます。で、来年度になりましてから、これは通常の運用に加えましてですね、ここをプラットフォームにしながら、例えば多摩市アンバサダー、というような形で、何かこう関わっていただいて、そのウェブ上でいろいろな多摩市のいいところを情報発信をしたり、情報共有をしたり、あるいはそれがなんかこう現実的に出会いながら進めていける。ちょっと具体的にどうというふうに申し上げられないのは大変申し訳ないんですけれども、現在模索をしているところでございます。できるだけその丘の町というものを使いましてですね、どうも傾向として丘の町は食べ物のが出ると非常にアクセス数がどんとこう上がるということで、聖蹟桜ヶ丘界隈でも大変ユニークなお食事を取り入れるようなカフェですとか、いろんな方が登場してまいりましたので、そういったところも含めながら情報発信、あるいは情報の共有、それから多摩市のアンバサダーを増やしていく、関係市民を増やしていくというところには腐心していきたいというふうに思っております。伊地院。ぜひよろしくお願いします。先ほど最初の方でも多摩市はネガティブなイメージがあるけど若々しい町でもあるということを発信したいと、これが私たちも今回シティセールスの大きなミッションの一つでもないかとは思っています。それであるならばです、話がちょっと戻りますが、もう一度そのためには多摩市がまず若者向けの施策を充実させるということが必要だと思います。そしてそれをどのようにやっているか、それがシティセールスのまさに広報の部門と、あるいはワークショップに集まってくださった皆さん、もっと言えば市民の方々と、もうちょっとこう風通し良くなっていないとなかなかシティセールス難しいのではないか。そして繰り返しになりますが、そういった横断的なことをしていただくために、私はシティセールス館、シティセールス政策官、政策官という立場の方に来ていただいたのだと思っています。ぜひそこのところ、これあと1年のご活躍を期待しております。どうかよろしくお願いします。
シティセールス推進事業について他に質疑はありませんか。三階道夫委員。同じところでシティセールス推進事業ということで、まあ、この1年間あの部署も作ってですね、またあの東京都からシティセールス政策官が来ていただいて、いろいろあの準備段階ということでこの1年間やってきたと思うんですけれども、まあ一番あの政策官の方がですね、まあしっかりこう外から見てですね、まあ魂をですねいろいろ研究してきたと思うんですけれども、実際政策官から見てね、この魂の良い点というか特徴っていうのはどういうところなのかちょっとお聞かせいただきたいと思います。若林シティセールス政策官。ご質問ありがとうございます。まあ、あの来て1年間ということですが、まあ、今年あのシティセールス戦略を作る上でいろんなあの調査と行ったところでございます。まあ、先ほどの担当課長からもいろんな話ありましたが、あの一つ特徴的だったのがですね、多摩市が市外の方からどう見られているかという観点で、インターネットを使ったですね、近隣の自治体に対する調査を行ったところでございます。でその中で分かってきたのは、多摩市の名前を知っているこの方々非常に多くてですね、8割ぐらいの方は知っているという話がありました。ただよく知ってるんですかと聞くと2割ぐらいのお答えだったという内容になっております。であの魅力とかですね、どういうところが知ってますかっていう中ですと、まあ、緑っていう答えはあるんですが、それ以上のものがなかなかなかったのかなと。で特にその知っているっていう方に対してですね、もう少し突っ込んでみて、じゃあ多摩ニュータウンに対してどう思いますかという答えをしたところですね、団地ですとか高齢者が多い、それから過疎化しているっていうのがまあ上位3つに挙げられてきてですね、まあ、いわゆるそのオールドタウンというですね、ネガティブなイメージはまだ払拭されていないのかなと、そんな印象を持ったところでございます。で先ほどあの伊地知議員の方からですね、いろいろ議会のお話があったんですけども、まあ、せっかく来たか私も来てですね、そういったイメージをなんとかこう直していきたいなと。で、多摩市いろんなあの素晴らしい取り組み、私も1年間いろいろ見聞きしてやってるんですが、それはまだまだ市外には知られてないところが多いのかなと思っております。でこの取り組みを作ってですね、その先ほど若々しくて前向きで元気という話もありましたけども、そういったですね、多摩市らしいその新たなイメージ、これをなんとかですね、シティセールスの取り組みを通して根付かしていきたい、浸透させていきたいと、そのように考えております。三階委員。まあ、新たなイメージ作りということと、やっぱ緑っていう点はね、僕も感じます。確かに公園が多くて、まあ、住みやすいなというところで、まあ、そこら辺もしっかりアピールしていただければありがたいなと思いますけれども、あとあのせっかくあの東京都から、まあ、執行というかね、こちらに来ていただいたということで、まあ、我々的には東京都の連携ということでちょっと期待してですね、呼んだわけなんですけれども、そのような例えば特典じゃないけれどもね、東京都に対してとか、まあ、いろいろものを多少、ね、連携しながら言える立場だと思うんですけれども、まあ、そこら辺どうやって活用していこうかといったところについてちょっとお伺いしたいと思います。若林政策官。あの東京都との連携というところでございますが、まあ、あの私も東京都におりましたので、まあ、いろんな、知っている方人脈ともございます。直前におきましては観光部とおりましたし、環境の部門ですとか、生活の部門、そういったところにもおります。でそういったところですね、まずどういった議論をしているかとか、そういう情報についてはいち早く取ろうというふうに考えております。それからまあ、イメージ作りですとか、来外促進ですとか、定住、そういったところに関わるものにつきましてはですね、情報を共有しながら、まあ、多摩市が前にうまく進んでいけるように、いろいろ努力していきたいと、そのように考えております。三階委員。まあ、そこら辺も十分ですね、活用というかでしていただければありがたいなと思うんですね。まあ、例えばあの八王子のね、高尾山なんていうのもですね、かなりこれ東京都がアピールしてくれたりとかですね、やってるなと感じております。まあ、それで今ねかなり盛り上がってですね、昔は何ともない山だったんですけども、今は観光地化になってる、信じられないような感じでもございますけれども、まあ多摩市でもいろんなこう
よくよく見ていけばいろんなこうなんですかね、見つかるような部分もあると思いますので、ね、そこら辺こう東京都がアピールしていただけるような、ね、そういうような形をですね、道筋を作っていただければありがたいなと思っております。それとあともう思うんですけど、なかなかこうこういう広報とかですね、アピールというようなことについてはこう数値的っていうかですね、効果というのは具体的にこう目に見えてこないっていうの部分もあるんですけれども、例えばあの数値的にここら辺部分がこう上がればこうなったなというか示しがつくようなですね、そのようなあのなんですかね、まあ数値的にこう目で分かるような形で現れてくるようなものなのか、何かしらこう目処をつけてるのか、ちょっとそこら辺もちょっとお伺いしたいんですけどね。若林政策官。多摩市 の、 あのシティセールスに関してですね、それがどう進んでいる、あの進んでいるかというもので、まあ、いろんな指標の考え方はあろうかと思います。直接的に聞きますと、例えば、民間で行っているですね、ブランド調査というのがございまして、その中で認知度がどうなっているかというものもございます。それからですね、多摩市で行っている世論調査、この中で、新たな項目として付け加えたんですが、多摩市について愛着を持っているだとか、まあ、あと他の方に自信を持って進めることができるかと、そういったところの項目なんかでも見ていくことはできると思います。で、最大の目的としましては、このシティセールスを何のために導入したのかということですが、やはり10年後、そういった長期的に向かってですね、人口が増えていくというかですね、減らないようにと、定住促進に向けた取り組みの中でシティセールスが位置づけられていると思いますが、そういう長期的に見てですね、その人口動向がどうなっていったのかと、そういったところも指標の一つになっていくのではないかと、そのように考えております。佐賀委員。まあ、あのブランド調査とか、あとは将来的に、まあ、確かに、ね、時間かかる、すぐには出ないといったところではあるとは思います。でこの前あの議員全員でこう府中のところに行って、ね、研修会を行ったんですよ。でそこの講演でこういろんなことを話してたんですけれども、まあ、その時にちょっとシティセールスのこともちょっとお話ししてたんですけれども、まあ、その内容はですね、まあ、要はあの今もそうですけれど、今というか、ね、昔よりかなりこう女性が社会に進出しているというようなことであって、で今はこう女性がですね、まあ、ほとんどこう働いた後に、まあ、アフターに遊ぶようなところだとか、まあ、今までですね、こう男性が社会に出てですね、まあ、あの街中はあの娯楽っていうか、そういう部分については男性のものばかりだったんですけれども、まあ、これから視点を変えて女性中心になっていくというようなお話がありました。女性の視点というのは非常に大事だなということだったんですね。まあ、確かにこう僕なんかもこうたまにこの前あの会派でランチしたとこう行ったんですけどね、女性だらけなんですよ、ランチ会ということ で居酒屋なんかに行くとですね、また確かに女子会用のですね設定がしてあったりとかですね、で我々こう飲み行った時もですね、やはりこう女性だけのお客さんが多かったり、まあ、そういうところが人気があったというような部分があると思うんですけれども、その若い人たちというか女性の目線というのは非常に必要なのかな、大事なのかな、これからこの活性化していく部分について、女性の視点という部分について、まあ、その講師の方もポイントだというようなこともありましたけれども、まあ、そのような女性に対してですね、どのような形でこう街づくりに生かしていくのか、またはシティセールスに生かしていくのか、その点についてもちょっとお伺いしたいと思います。尾崎課長。女性の視点ということで、若くはございませんが、私も女性ということで、そういった視点は大変重要かと思っております。シティセールスワークショップに参加される方もですね、年代は様々ですけれども、小さなお子さんを抱えた、お母様、それから、私よりは少しお若いですがお仕事をされている方、それから小学生くらいのお子さんをお持ちの女性ということで、さまざまな年代の女性の視点で参加していただいております。これからも先ほども答弁させていただきましたけれども、緩やかな形でそういった女性、もう少し若い女性、私よりは若い女性を
もお誘いしながらそういった取り組みを進めていきたいと思っております。で先ほど政策官を東京都から呼んだ時の特典というようなことでございました、あるいはそれと効果というところにつながるかもしれませんけれども、昨年、ハローキティと、一緒にうちの市長もですけれども、都知事のところに表敬訪問させていただくことができました。伺うところによりますと23区26市、要は都内の首長には都知事はなかなか個別に面会しないというようなことなんですけれども、ここは裏技を使わせていただき、裏技の一つがハローキティということになるんですけれども、キティ も一緒に会っていただく、これがかなり新聞あるいはテレビ報道ございまして、これは広告効果にすると約3000万ということになっております。今後もですね、広報をあるいは個別に PR をした場合にはこういったことの金額の換算というんでしょうか、もう積み重ねていくということも大事な事業だな、私どもの業務であるというふうに思っております。三賀委員、ありがとうございます。そういうのは裏側しっかりまたですね使っていただければありがたいなと思っております。それとあとママ友とかね、女性っていうのはもう本当横のつながりとかですね、情報網がすごいですから、そういう点も捉えながらそのシティセールスに生かしていただければありがたいなと思っております。それとあと今流行りじゃないですけれどもね、若い人たち YouTube というのも当たり前のように本当にこう子どもからですね、若者がほとんどですねそういう動画を見てですね情報を知るといった部分についてなんですけれども、そこへの取り組みというのはあるのかどうかちょっとお伺いしたいと思います。小崎課長、 YouTuber 雇っちゃう、お願いいたします。実は YouTube とインスタ等もそうなんですけども、公式のアカウントを現在取れておりません、というか取っておりません。それはですね、セキュリティの問題がございまして、なかなか難しいところがございますので、今後情報システムの担当とも、相談しながら、例えば YouTube のみならず Twitter ですとかも個別にかでアカウントが取れるのかどうかとかっていうところ、どこまで広げてどこまで深めていけられるかというのは研究課題とさせていただきたいと思います。三賀委員、議会でもね一応 YouTube 流れてますけれども、ちょっとあまりこう面白くない内容かもしれないですけれどもね楽しい内容をですねぜひとも多摩市の PR にしていただければありがたいなと思っております。それとちょっと気になるなと思うんですけれども、多摩市の売りという部分についてちょっと特産物だとかね、なかなかそういう部分についてはなかなかないのかなということで、以前もこう桜ポルポロンでしたっけ、そういうのも作った、今もあるかもしれませんけれども、なかなかこう波に乗れてないといった部分もあるのかなと思うんですけれども、今現状こうそこら辺こうそういうお話出てるのかなというのをちょっとお伺いしたいなと思います。藤波市民経済部長。特産物の関係ですと、やはり多摩市でできているお米だとか、それから、それを使ったお酒、それから味噌その他ということでは進んできているところですけれども、なかなかその第2弾第3弾が進んでない状況があるかなと思ってございます。現在なんですけれども、お味噌もなんとかしていきたいなという話は、ここ進めてございます。そうした形で、なかなか表に出てくる部分って、すぐにはないところなんですけれども、試行錯誤は現在も続けているというところでございます。三賀委員、ぜひとも何かしらあるとねありがたいなと。我々もこうたまに視察行くとき、多摩市のねものを何持っていこうと思っているなかなかこう悩んでしまったりとかもありますけれども、確かにそういう食べ物というのもね、作る工程からねもう一回再度こう見つめ直して、市民の方巻き込んでですね作ってみるとまたちょっと違うのかなと思っております。そこらも検討していただければと思います。で最後にしっかりこれだけこう新たに議員も総括質疑で言いましたけれども、町がこうダイナミック的にこう変わっていく、3市であれかなり開発もされてくるといったところについてはかなり僕は魅力的なんじゃないかなと思うんです。ここが変わるチャンスだなと思ってますね。多摩センターもそうです、中央公園も含めて住む場所もそうです、またニュータウンもそうです、尾根間もそうです、また成績の地域なんかもそうです。ここへ来て大きな変わるチャンスだと思ってますので、その点こう PR を生かしてですね、どうにかこう先進的で未来的なそういう新たなニュータウンとしてですね
僕は広報活動非常に大事だと思っておりますので、そこら辺を生かしてですね、思う存分 PR していただければと思っております。以上です。シティセールス推進事業について他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。他に第1項総務管理費について質疑はありませんか。板橋茂委員。はい、それでは予算書147ページ、iPad では、151ページですね、公共建築物等整備保全基金について、お伺いいたします。30年度は9億8531万5000円の積み立てという形で出ております。これの流れなどちょっと見ますと、5年前はこれは24億だったのがですね、今回まあ約10億近い積み立てで46億6500万円の積み立てになっているのかなというふうに思いますが、このこれから先公共施設の老朽化、また大規模改修、本当に多摩市にとって大きな課題を控えている中では、この基金というのは本当に大事かと思いますが、この基金の使われ方、今後の大きな予定などもし持っておられましたらお聞かせいただきたいと思います。磯貝財政課長。はい、公共施設等整備基金の使い方というところですけれども、今現在ですね、基金の考え方につきましては、平成28年の3月に作成いたしました、多摩市基金の見直し方針、そちらの、ところでですね、積み立ての考え方、また使い方について、お示しの方をさせていただいているところでございます。その中で、公共建築物と整備保全基金につきましては、使い道としては公共建築物や道路橋梁の整備改修、そういったものに活用していくというふうにさせていただいてございます。で、目標額としまして、当面の目標としては20億程度というふうにしてございますけれども、一方で長期的なところがまだ分からなかった中ではですね、今後の老朽化等を見据えて優先的に残高の方は確保していく、そのようにさせていただいているところでございます。板橋委員。建物や道路、先ほど前にも都市計画基金の問題もありましたけれども、これも5年前あたりは16億ぐらいだったこの基金が、現在ではこの30年度のまた4億の積み立てなども計上されていますが、基金は51億5900万円という形でですね、都市計画基金の方も着実に立てられて、本当に今後のに対する対応という、準備という形で着々と進めておられるというふうには思いますが、公共施設の整備を進めるにあたってのですね、大きな方向、こういったことを中心にこの整備を進めていくんだという、そういった整備方針などがありましたらお聞かせいただきたいと思います。松田資産活用担当課長。はい、お答えさせていただきます。公共建築物の方針等あるかというようなところ、整備に関する方針等あるかというお尋ねでございますけれども、多摩市ではここでですね、第二次ストックマネジメント計画、そういったものを定めまして、改修というようなところ、長寿命化というような方針を打ち出させていただいてございます。築60年で改修というようなところで考えてございましたけれども、ストックマネジメント計画の中では建物の長寿命化というようなところで、劣化診断等の状況には応じてでございますけれども、80年というようなところで今考えているところでございます。板橋委員。大規模改修は60年から今80年というような方向というお話がありましたけれども、
まあ、今後の公共施設というまさにその先々を見通したときにですね、私はやっぱり何といってもやはりバリアフリーというのがやっぱり一番基本にかかってきているのかなというふうに思いますね。そしてまあバリアフリーと合わせまして、私はこれはやはりもうこの先々を見通したとき早く手をつける必要があるなというのは、トイレのやっぱり様式化ですね、合わせてやはりあの何て言いますか、あれはシャワートイレって言ったらいいのかな、あのこれももうやはり時代の流れで着実に計画を進めていかなければならない問題なのではないかと思いますが、こういった ところについての方向性をお聞かせいただきたいと思います。戸田、施設保全担当課長。今回ですね、改定しました、多摩市第2次ストックマネジメント計画、にも掲載してございますが、公共施設 の便器の様式化等に、関する整備方針というものを、整理させていただいてございます。その中で、温水洗浄便座、につきましては、福祉関係の来館者が利用する施設の場合はですね、ワンフロアあたり男女1箇所に設置をですね検討していくことと整理をさせていただいております。戸田課長。失礼しました。バリアフリーというところでございますが、個別施設のですね状況にもよりますが、例えば増築等がある場合はエレベーター等を設置したりですとか、スロープなどできちんとした勾配を取るですとか、そういった対応をですねさせていただいているというところでございます。それはですね、今後もですね、バリアフリーに関しましては、多摩市としては、公共建築については、進めていくというところで、考えてございます。板橋委員。トイレ問題についてもですね、もっとスピードを上げてですね、進めていただきたいなというふうに思いますが、バリアフリーという点では、前に長山の都民住宅のところですか、やはり歩車道分離で非常にバス降りて上に上がっていくの大変だからということで、その立橋のところにエレベーターつけようかという非常にお話まで現実的に出てきたんですが、途中筑紫民ホールのエレベーターがあるからそれに変えましょうということになって、そのお話は一応立ち消えにはなっているんですけども、歩車道分離でそういう非常に高低差のある多摩市だからこそですね、こういうところに対するやはりエレベーター対策というかバリアフリー対策も考えていかなければならないのかな。合わせましてやはり私はもう再三言ってますが、多摩センターを出てパルテノンに行くまでずっと長い上り坂、車椅子のことを考えるならば本当にとんでもない、結局高齢化の中でお年寄りが歩いていくにもですね非常に厳しい、パルテノンを今本当にみんなが集いやすい場所にしようというそういった話がある中だからこそですね、こういう問題に対してもやはりしっかりバリアフリー考えていく必要があるのかな。また施設についてもそうですけど、こういうところをしっかりといった方針を持ちながらですね、この予算を有効に活用していく、そういった方針を持っていただきたいんですけども、その点についてはいかがですか。佐藤施設政策担当部長。はい、ご質問のですね、基金への計画的な積み立て、また、その基金、それを財源にですね、建物の老朽化のみならずですね、さまざまな公共施設に対してのですね、バリアフリー対策であったり、そういったところを計画的にという趣旨のご質問をいただいたものと受け止めさせていただいてございます。ご指摘のとおりですね、やはり大規模改修、建物の大規模改修一つをとってもですね、これから先、本当に大きな財源、
投下していかなければならない、道路や橋といったところについてもやはりこう様々な財源の確保をしていかなければいけない、まあ、その中の一つということではですね、この基金しっかり積んでですね、将来に備えていきたいと考えてございます。また、高低差解消のエレベーターですとか、まあ、ペデのですね、こう移動の問題ですとか、まあ、そういった部分なかなかこう市単独事業でですね、行っていくというところに対してはですね、ちょっと難しい、まあ、財源的に厳しい部分もございます。そういった中で、まさにですね、都市計画税の充当などを視野に入れてですね、またあの国とのですね、協議等もさせていただきながらですね、可能な範囲でできるだけのことをさせていただきたいと、まあ、このように考えてございます。板橋委員。はい、それからもう一つ、大規模改修を60年から80年という、そういったあの方向を今、お話になりましたけれども、まあ、気になるのは、市庁舎の建て替えですよね、この60年から80年に、まあ、見直すような方向が出てきている中で、この市庁舎をはじめとして、他の施設の中で大きく、まあ、市庁舎は多分見直さないのではないのかなと思いますが、大きく見直すようなですね、そういった計画があるのかどうか、それも伺いたいと思います。この際暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。